おはようございます、あかつきです。今日はあの月刊花田買いました。 Kindle 版でね、もう即買ったんですけれども、なんかぜひ読んでほしいですね、皆さんに。あのすごい盛りだくさんです。でその中でも大スクープが、あの篠原丈一郎さんのねスクープで、その韓国のムン大統領があの朝鮮労働党のね、まあ、工作員、まあ、スパイだったというその証拠というかね、あの静止文が発見されたのをね、ちゃんとあの署名入りでね出てるんですよ。それのね日本語訳っていうのをねちょっとねご紹介したいと思います。でまずね、敬愛する金正恩将軍様に謹んで捧げますっていうタイトルでね、2014年6月15日は朝鮮民主主義人民共和国の偉大な指導者でいらっしゃった故金正日国防委員長様に犯せられては、南側の故金大中大統領様に親しく接見遊ばし、歴史的な北南共同宣言を発表なさってから14年になる意義深い日です。米帝国主義とそのソープの奴らの反民族反統一謀略策動の中でも、朝鮮の尊厳と主体の革命偉業である祖国統一のために夜昼なくずっと心血を注ぎになられている金正恩将軍様に、将軍様を限りなく勤務し従う南朝鮮革命戦士の我々は、尽きることのない忠誠を心を込めて金正恩将軍様の長寿永遠を慎んで祈願いたします。栄光の朝鮮労働党に限りなく忠実な南の地の革命戦士である我々は、偉大な指導者金正恩将軍様に次のように固く命誓いたします。1、歴史的な 6.15 北南共同宣言発表14周年を迎えて、我々南朝鮮の革命戦士は金日成主席様と金正日国防委員長様の祖国統一遺訓を高く立て祭り、共和国南 半部で、幕府内傀儡徒党の自由民主主義体制を叩き潰し、全朝鮮半島に主体思想化を実現するのに一命を藁のように捧げます。2、我々は今回のセオル号沈没事件を幕府内傀儡徒党を侵犯するための絶好な機会として最後まで闘争するでしょう。そのためにセオル号事件に興奮した国民情緒を反国民的反米反政府主義に発展させるでしょう。3、我々は国家保安法を撤廃するための持続的な闘争を通じて、悪質国家情報院の機能を根源から無力化し、中韓米軍を南半部から完全に追い払うために決死必戦する準備をいたします。4、我々は 6.25 朝鮮戦争以後、党と首領のために自己を犠牲にした南朝鮮の戦士たちを南朝鮮の監獄から釈放し、彼らに民主主義愛国烈士の名誉を抱かせるためにあらゆる法的努力を尽くします。5、我々は南側政府の建設、検察など司法部と同政部に浸透し、政府の行政機能を麻痺させ、金正恩将軍様の指導と領導に従うようにいたします。6、我々は南朝鮮の立法部である国会に進出し、14年前の今日、北南の首領が合意したように、今全朝鮮半島の主体思想化のための南北連邦制統一法案を実現させ、将軍様の偉大な構想を実現するのに助けになる親睦法案を限りなく上程し通過させるでしょう。7、我々は朝総連の後進である艦隊連を通じて、進歩的大学生青年に主体思想と将軍様の偉大性を広く宣伝し、反米反政府暴動と恣意を組織指導し、南朝鮮社会の混乱と葛藤を持続的に醸成していきます。8、我々は全教祖を通じて南朝鮮の青少年に対するマルクス・レーニンの共産主義思想と金日成主席が創始遊ばした主体思想教育を強化し、南朝鮮の青年たちを未来に確実な将軍様の革命戦士として育てます。9、我々は一旦有事にはまず第一に軍及び警察の各部校を襲撃し、銃を奪って南朝鮮の国軍、警察、情報機関などを襲撃し、右翼反動勢力を射殺し、金正恩将軍の連続的な南朝鮮革命と統一戦争に合成します。10、我々は昔からそうであったように、栄光の朝鮮労働党と偉大な金正恩第一書記様の信ずるに値する革命戦士として、名誉と自負心を胸深く刻み、いつでも主体的な祖国統一の先鋒に立つことを固く明誓いたします。朝鮮民主主義人民共和国万歳、栄光の朝鮮労働党万歳、敬礼する最高司令官金正恩将軍様万歳、括弧40の個人団体が連名、以下5名の南朝鮮の革命戦士一同、国家保安法の弾圧によって南朝鮮革命戦士の名前を明らかにすることはできませんとあるんですけどね、これのね、これにね署名してるんですよ。静止部に署名された個人名ずらずらと、まあ、40名あるんですけれども、その中に確かにね、あの
ムンジェインの大統領もいてますし、その側近のね、なんか3人、分かってる人がね、あるんですよ。肩書き見たらね、なんか、すごいですよ。国会議員とか、なんか、統合進歩党最高委員とか、まあ、ソウル特別市長、市長ね、ソウルの市長ですね。で、全統合進歩党国会議員、国会議員もいっぱいいるんですよ。で、韓国キリスト教の牧師とかね、民主平和党とか、まあ、文在寅は大統領という肩書きでね、載ってるし、で、カトリックの神父とか、金大中の秘書官とか、ドイツの大学教授とか、なんか歌手もいてるしね、ソウル市教育官とか、共に民主党国会議員、ノムヒョン政権時代の総理とか、新東亜学院長と歌手とか、オーストラリア代表大使とか、キリスト教とか、中小ベンチャー企業とかね、すごいですよね、こういう人たちが、まあ、北朝鮮の徹底思想に染まってね、要するにもう革命を起こすって約束してるんじゃないですか。だから昨日の動画でも述べましたけども、もう文在寅の娘のね、家族、お孫さんも連れてね、タイに移住してますしね。で、タイは北朝鮮と交流のある国ですからね、もう何かあったらそっち側に渡って、北朝鮮に逃げるという、まあ安全やし、北朝鮮と、なんていうか連絡取れるし。で、恐ろしいのが何ですか、もう内戦になりますやんかね、こんなこと叱ってるわけやから。なんか、はっきり、有事にはまず第一に軍および警察の武器庫を襲撃し、銃を奪って南朝鮮の国軍、警察、情報機関などを襲撃し、右翼反動勢力を射殺し、言うてね、統一戦争に合成します、言うてね、だから北朝鮮攻めてきたら一緒になって戦うぞって言ってるわけじゃないですか。もう韓国の人たちはね、こういうの知らないわけですよね。だからこの本も、篠原さんが言ってはりましたけど、もう韓国語に翻訳してね、やっぱり韓国に届けないと大変ですよ。だから、米軍もね、家族引き上げて、まあ、南の方に移動してますけどもね、まあ、米軍いなくなったら即、北朝鮮に乗っ取られますよね、これ。だからもうやっぱり計画的にね、ムンジェインっていうのは、もう韓国ぶっ飛ぶ好きでね、やってきてるわけですよ。反日を名目にね。で、そもそもね、韓国はできてはいけない国だって言ってるんですよ。まあ、そもそも韓国ってまあ、アメリカがね、作ったような国ですもんね。だからアメリカがその、朝鮮戦争の時に、じゃないわ、第二次世界大戦の時に、その北がかなりこう、攻め込んできた時にも、それを押し返して、で、北朝鮮のその、あそこでね、入れないようにして韓国を守って、それで李承晩をアメリカが大統領に据えたわけですからね。まあ、アメリカが作ったんですわ。それにしてもね、そういう、あんな恐ろしい国の北朝鮮の思想に染まるいうのがね、もうどうにも理解できない。ほんでね、今月号のその10月号の月刊花田ですけれどね、山本太郎特集してましてね、山本太郎は危険だっていうタイトルでね、いろんな人が書いてるんですけれども、やっぱり私が言う通りね、徹底思想の、染まってるね、斉藤正史氏がね、本名はなんか堺なんとか言うんですけどね、選挙参謀として、もう、山本太郎の最初からね、なんていうのかな、こう、選挙全部面倒見てきてるじゃないですか。その斉藤正史っていう人は、そもそも北朝鮮の淀川事件っていうのがね、昔あって、その日本人の、まあ、赤軍派みたいなそういう学生運動やってた人たちが、まあ、北朝鮮に憧れて、飛行機淀川を乗っ取って、北朝鮮に亡命したわけですよね。その亡命した人たちは、やっぱり徹底思想に完全に染まってる人たちで、その犯人の息子っていうのがね、日本に来て、タミヤなんとか丸やったかな。それまた月刊花田買ってね、読んでもらったら、わかると思うんですけれども、市会議員じゃない、なんか議員さんに選挙に出て立候補してね、もう落ちましたけどね、そもそもそれ、市民の会っていうの政党があったんですよ。それがね、全部ね、山本太郎のバックについてるみたいです。まあ、月刊花田読むとね、まあ、斉藤正史がついてるのは分かってたし、なんか怪しい、その、自主の会みたいな、主作家で、反安倍のね、グループがいっぱい、取り巻き見てんのはね、もう分かってましたけども。で、そもそも私、消費税、なしにするのにね、ころっと騙されてね、山本太郎に投票してしまったんですよ。それで、その後からどうもその取り巻き連中がおかしいとね、気づき出して、で、調べたら、やっぱり、審査役っていうかね、徹底思想が、もう、応援がね、まあ、はっきり分かったし、で、月刊花田にもその山本太郎のバッグは、審査役とね、丸系学者だって書いてあるんですよ。
マルクス経済学者ですよ。完全に赤の学者さんですよね。まあ、マルクス、レーニン主義だの、ソ連のね、昔のソ連の考え方ですし。だからそんなになんでね、まあ、マルクス経済主義って、その、経済学の中で、学問としてはね、やっぱり、必要な学問なんかもしれないけれども、どうもおかしいと思ってたんですよね。ツイッターでもね、その、山本太郎にグラフ提供とかしてるね、まあ、学者さんグループみたいなのがね、ついてるみたいやし、一生懸命ね、まあ、MMT を推進するツイートしてはるけども、同じ、どうせ MMT するんやったら自民党の方がいいですよって言ってもね、別にどこの党でも依頼があればね、その、MMT とかグラフとか、その、経済情報を提供しますとは言ってるものの、ずっとやっぱり山本太郎をね、支援してるっていう、やっぱり赤い思想なんですよね。で、その、学者さんグループがやってるのが、バラマークの会、なんかそういう、方針に、合致する議員さんにバラマークをつけてもらって、その、なんか、バラマーク運動みたいなのをやってるんですよね。その、赤いバラです。赤のマークです。まあ、正義化運動じゃないですか、それっていう感じでね。で、いくら言っても、なんか、どの政党でもって言いながら、やっぱり正義化運動をやってるんですよね。だから、山本太郎周辺は危ないです。私も、それとなくいろいろ質問とか反論とかしてみてもね、なんか、寄ってたかって攻撃してくるみたいなね、取り巻きが多いしね。絶対、令和の反論は許さないみたいなね。で、その、論もね、おかしいんですよね。こう、すり替えて、そんなこと言うてへんのに、その、上げ足を取って、論点ずらしとかね、そんなばっかりですわ。で、相手の派手に、アホバカかすみたいなね、単なる悪口を言って逃げるとかね。で、私はそんなこと言いません。ただ単に、おかしいとこはおかしいと言ってるだけなのに、何しか潰しにかかる言うんかな。だからその平和平和とか言ってる団体ほど暴力的でね、過激なんですよね。だから何が何でも革命するような集団って本当に危険やと思います。まあ愛知のね、不自由店もね、そうやしね。だから文大統領のその対応、日本のホワイト局外しの対応を見ててもね、なんか盗とパケだけしってどっちがっていうようなことを言うでしょう。だからその韓国人のメンタルというより、その反日呪術層に染まってる人っていうのはもう何が何でも、どんな方法を使ってでも、目的を実行しようっていうのがね、分かってきましたよ。そんな中でも、その韓国の中でもね、本当の保守派っていうか、反日を批判するね、学者さんたちが、もうちょうどね、その、イ・ウヨン氏のね、投稿もね、月刊花田に載ってるんですよ。だから、一刻も早く韓国人の多くの人にね、そういう、文大統領のね、正体というかね、その裏に、北朝鮮の企みがあるということをね、知ってもらわないとね、もうこのままだと、まあ、韓国と日本はもう方向断絶ですよね。日本は日本で守らないといけないしね。ホワイト国除外というのも、ちゃんとそれを厳しくしないと、日本が逆に世界からホワイト国から外されてしまいますからね。だからどこそこに送ったっていう、それだけの書類を提出するだけのことを、未だに拒否しているっていうことは、もうこれ、横流ししてたのから出せないっていうのもバレバレですやん。ほんで、なんか最近アメリカさんがその、セドリのやってたグループというかね、なんか台湾人夫婦らしいんですけれども、逮捕してね、ニュースに載ってましたよね。北朝鮮に石油製品を、なんとか、セドリって船と船を引っつけて、こう、商品横流しするわけですよ。関税とかその倒産とか、まあ密輸っていうかね。それがもう分かってんのに。ほんで、だから、鼻からね、その日本と、歴史問題とかいうのはもう口実なんですよね。まあそういうこと本気で考えてるんやろうけれども、まあ、そういうのを使ってでも、何を使ってでもいいから日本より上に立つというか、それの根幹は何かというと、もう韓国を潰して、もう、石化統一というか、社会主義の国にしたいわけですね、文大統領は。はっきりしてますし、ああいう政治文も出てきたことやし。だから恐ろしいのは、山本太郎も、山本太郎さん自身は、まあ、数式もわからないぐらいで、松尾忠先生が書いてあった通り、その、台本書いて丸覚えしたら大成功したという通りね。まあ、丸覚えの、あれは、演説なんですよね。まあ、役者さんやし。だから、本当に分かってんのか、その山本太郎の正体もね、よう分からないですよ。山本太郎と親友っていう伊集院光さんがね、書いてましたけど、伊集院光さんとどうも在日らしいんですよ。で、その山本太郎の周辺には、その在日さんがいっぱいいてて、そもそも、一旦別れたことになってる小沢一郎も、本来あれ、韓国の最終党出身の人ですからね、両親が最終党で、まあ、日本では、おっぴらには言えないけれども、韓国の公演でね、小沢一郎韓国公演で検索してもらったら、韓国に行ってわざわざ日本の悪口言ってるようなね、政治家ですからね。まあ、韓国人ですよ。メンタルがね。で、その人と別れたことになってるけれども、で、そもそも、かわいそうなのは、セブンイレブン
を告発するためにね、立候補した三井さんがね、言ってあったけども、あの最初、大沢一郎にその、セブンイレブン問題を言ったときに、誰かその、誰かを紹介したら、その、もともと、その、仲悪い人がいてて、あいつがするんだったら、あの、ダメだっていうふうに、小沢一郎さんから切られたって、もう、えらい憤慨してね、言ってましたけどね、その時、山本太郎さんをちょっと話ごまかしてね、だから、裏では通じてるわけですよ。表面的には、もう、独り立ちみたいな形にしてるけれども、やっぱりその、左翼思想というか、その、韓国寄りの、韓国に利益のあるような方向性っていうのはね、もう、はっきり見えてきましたね。だからね、やっぱり令和がすごい躍進しているけれども、あの令和の通った障害者の議員さんにはね、非常にあのやっぱり素晴らしいことやし、いいことやと思ってるんですよ。特に船子さんはね、実はあの安倍さんとの付き合いの方が長いんですよ。もう15年ぐらい前に安倍さんとお会いして、でなんとあの日本会議ので講演もされてるわけですよね。で思想もちょっとどっちかというと日本会議寄りの思想の方で、それが令和内ではちょっと問題になってるみたいなんですけれどもね。だからそういうのを配置してるっていうのは、やっぱり障害者、重度障害者から、まああのカモフラージュ的にも使いの、その障害者っていうのも使いの、そもそもあの市民の会ね、その北朝鮮のロゴ事件の息子たちが支援している主治思想グループですけれども、市民の会もあの車椅子の人を擁立して通ったのか、どうやってそういう通ったのか、そういう実績があるわけですよ、障害者を使ってね。そんなんでもあの利用してるっていうのかな。うちもね、あの子供が障害者ですんでね、その利用されるっていうのはね、あのやっぱりいろいろありました。私も買い当てたりしてね。ほんでなぜか、その、童話と障害者と左翼っていうのがね、あの、全部、こう、セットにされるっていうかね、私、そういうの大嫌いなんでね、そういう運動系に誘われると、もう、それとなく、スルーして、あの、逃げてたんですけれども、やっぱり寄ってきますよね。あ、それと、バラ十字の会やけども、あの、大阪はやっぱり、都構想でね、あの、自民党がちょっとねじれてるんで、その、反維新で、自民党も共産党も、他の政党もみんな団結してね、都構想反対やってて、いろんな集会にも行ったことあるんですけれども、その中で覚えてるのは、どうもね、学校の先生の OB みたいな雰囲気の女性陣ね、もう見るからに、あ、先生上がりやなぁ、もう一人のグループがやってる、講演会も行ったことあるんですよ。そしたらね、なんと、あの、始まりの時にね、イムジンガーを唐突に歌うんですよ。もう私、もうドン引きしてしまってね、なんやねんこれ、なんでイムジンガーや、イムジンガーっていうのは、あの、まあ、韓国の、その、と、南北に分かれたことを、まあ、イムジンガーを境になんか分かれて悲しいなとか、そういう、ふるさと思うような歌なんですけどね。昔流行ったんですよ。まあそれってやっぱりその在日とかそういう企画系の人を誘ってるんじゃないかなと思ってね。だからあ、ひょっとしたら主治思想かもわからない。だからあの主治思想関連の情報を調べてみると、やっぱりあの日教組からね分かれてるんですよね。で日教組の中にもその在日先生、大阪の在日先生100人超えっていうのが10年前にニュースになりましたしね、もう何百人いてますよ、在日のあのまあ日本人じゃない先生がね、それだけいてるということで、で日教組からそういう主治思想の自主のパーティーのができて、まあ、なんなのかなぁ。こう、差別されてる人たちを、こう、あの、支援するような顔して取り込むっていうのかな。そういうのが昔からあります。だからその韓国でもその、韓国では全教祖なんかな、その、主治思想に染まってる教師が多いやっぱり組合っていうのがあって、その、反日教育やってるような学校っていうのは、その、北朝鮮系の、あの、組合になるようなね、先生が多いらしいんですよ。だからもういろんなところにも、あの、主治思想が浸透していって、で今やってるあのパククネもなんかまたさらに経費伸びましたよね。なんか、50億円もらってたら5年伸びるけれども、なんか75億円に上がったから、もう一生出てこない終身刑に近いようなね感じになりましたしね。でその司法というか裁判官自体があのムン・ジェイン大統領の配下みたいな人でね、やっぱり主治思想に染まってる人なんですよ。でマスコミももうかなり浸透していて、あの主治思想派の言う通りにね、あの言論弾圧がされてるし、もうマスコミもその、ムンジェインに有利になるようなね、情報しか流さないし。ほんでね、あの、YouTube でね、韓国人 YouTuber がなんか知らんけれども、ちょっと宅配が来て中断しました。で、どこまで話したかな。まあ、あの、まあ、その、教職員組合なんかにね、そういう審査系の人らが入り込んでるというのはね、あの昔からありますし。まあ、一旦ここで切ります。よろしかったらあのチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。